はい、どうもみなさん、こんにちは、エゼコです。それでは今回なんですけども、PayPay で今更聞けない便利機能を4つ紹介ということで、今回は PayPay に関する情報ですね。この動画では、いつものキャンペーン情報とかではないんですけども、キャンペーンに参加したり、今後 PayPay を使う上で、知っておいて損はない機能について4つまとめました。すでにですね、この機能は知ってるよとか使ってるよという方もおさらい程度に最後まで聞いていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。ということでね、今現在3月はね、ほんと今超ペイペイ祭りということで、かなりお得なキャンペーンが開催されてるということで、まあこれに参加する上でここは押さえておいた方がいいかなって思いまして、今回の知っておくとまあ便利な機能についてまとめました。で、それをですね、4つにまとめまして、上から順番にお伝えします。まず1つ目はクーポン機能ということで、この機能自体はね、意外とまあ最近追加されたような機能なんですけども、まあこの3月がですね、結構暑いんですよ。それがこちらですね、事前に獲得してペイペイアプリでお支払いをしよう3月おすすめクーポンということで、まあ、ちょっとね、キャンペーン情報も混じってるんですけども、先月ぐらいからも結構熱いクーポン出てたんですが、今月もまあ熱いんですよ。例えばですね、今出てるようなお店のクーポンが今月出てくるんですが、まあ、一部をピックアップすると、例えばですね、今出てるようなくら寿司ですね、最大 20% 付与ということで、まあ、ちょっと最大という風に出てるので、まあ、ソフトバンクユーザーとか通常のペイペイユーザーとかで分かれるかどうかというのはちょっと分かんないんですけども、とりあえず最大 20% 付与。で、期間がですね、くら寿司のクーポンに関しては3月の10日から3月の31日の間に使えるというようなクーポンとなってます。で、対象金額が500円以上の支払いで使えるので、もしね、くら寿司で使う場合はペイペイ決済がお得ですよと。で、さらにですね、なんとダイソーのクーポンも出てくるんですよ。で、こちらは最大 10% 付与ということですので、また先ほどと同じようにソフトバンクユーザー、ワイモバイルユーザーとか、もしくは通常のペイペイユーザーとかでもちょっと分かれてくるのかなというふうにも思います。まあけどちょっと情報が出てないので今のところはちょっと分かんないんですけども、で、こちらも対象期間は先ほどのくら寿司と同様に3月10日から3月の31日までということですね。で、他にもこちらのクーポンが出てきます。まあ僕がたまに利用するまあスーパーなんですけども、ミスターマックスっていうお店ですね。こちらはですね、先ほどの 20% 付与とは違って最大200円相当付与というようなクーポンとなります。こちらは3月1日からスタートしてまして、すでにクーポンが出ております。で、他にもですね、コンビニであればミニストップのクーポンが出てきます。こちらはですね、最大 10% 付与。で、期間が3月10日から3月31日の間にクーポンが出てくるということになってます。で、使い方なんですけども、至ってシンプルです。まず、PayPay の画面を開いていただきましたら、ここにですね、クーポンという項目がですね、追加されてますので、ここをタップしてください。そしたらですね、PayPay クーポンの一覧が出てきまして、まあ、上にですね、いろいろ出てるクーポンがピックアップされてるので、例えば僕の場合はこの Mr. Max たまに使うので、この Mr. Max をタップします。そしたらですね、Mr. Max の画面が出てきまして、ここの200円相当付与というところがあるので、ここをタップしたら、画面が切り替わりまして、ここでフォローしてクーポン獲得するっていう項目があるので、これでクーポンをゲットすることができます。で、うまくゲットできましたら、クーポン獲得しましたっていう画面が出てくるので、支払いに進んで使うこともできますし、マイクーポンに追加、まあ、マイクーポンというところがあるんですけども、そこに確認するっていう風にタップをしたら、マイクーポンにペイペイクーポンが追加されてるということになってます。で、使い方は至ってシンプルで、マイクーポンに追加さえすればですね、あとはペイペイで普通に決済すれば OK です。特にクーポンをここで追加とかそういった項目が特にないので、まあ、普通にお買い物すれば、まあ、ご覧のようにですね、支払い完了画面なんですけども、ここにクーポン利用で、いくらいくらっていう風に反映されるっていうことになります。まあ、このね、出てる画面はちょっと公式ページから引っ張ってきたんですけども、うまく反映されてるかどうかは、決済後で確認をしてみてください。もしうまくですね、ここに反映されなかった場合は、おそらく何円以上のお支払いとか、何かしらの条件を満たしてない場合があるかもしれないので、そこも注意が必要ですね。以上が一つ目のクーポン機能についてでした。次二つ目は、キャンペーン時の上限確認ということですね。これも結構便利なんですよ。例えばですね、あとどれぐらい使ったら、一体付与上限に到達するんだろうっていうことって結構ありませんか？まあその都度ですね、まあ電卓を使ったりとか、まあソロ版を使って計算することってあったりすると思うんですけども、まあその確認方法もめちゃくちゃ簡単で便利で、まずはPayPayの画面から、ここにですね、お得っていう項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、画面が切り替わると、まず一番上見ていただきたいんですが、PayPayで毎日をお得に、Yahoo プレミアム会員、ワインファイルのスマホユーザー、あなたは最大81万4円ゲットできるということで、ここに関しては人によって
全然バラバラだと思います。僕の場合は Y モバイルユーザーなので、まあ Yahoo プレミアム会員にも入ってるっていうことで、左側のチェックがしっかりと入ってると。なので上限も若干ちょっと変わってくるかなと思います。で、画面を下に下がっていただいて、今ですと、今青で囲ってるような対象店舗でどこでも最大 30% 付与っていうことなんですけども、人によってはここは 20% 付与っていう風になってる方もいらっしゃると思います。で、ここをタップしたらですね、そのキャンペーンの詳細画面が出てくるんですけども、ここに付与上限額まで残り309円っていう風に出てると思います。これが残りですね。PayPayで決済したら、これだけ付与されますよっていう残りの金額になります。まあざっくりとした計算なんですけども、僕の場合は Y モバイルユーザーなので、このキャンペーンの付与上限が2000円までです。なので、すでにですね、僕自身は5636円を PayPayで決済してることになってます。なのでまあ残り309円までが付与上限なので、まあ単純計算で309円割る 0.3、30% ですね。で、計算したら残り1030円利用で付与上限に到達するということになります。結構これに関しては本当便利ですよね。他のコード決済と比較するのはちょっとあれなんですけども、全部足し算をしてそこから計算をするっていうわけじゃなくて、残りの付与上限額がもうこんな風に出てるので、結構計算がサクッとしやすいんですよね。まあ他にもですね、僕の場合はこのキャンペーンで、ここの Uber Eats のキャンペーンをちょっと使ったりしてるんですが、Uber Eats の場合に関しては、付与上限額残り4265円ということですので、またさっきと同じように計算をして、残りどれぐらいね、お買い物するかっていうのがすぐにわかるっていう風になってます。なので、ここに関しては、人それぞれ上限額とかバラバラだと思いますんで、まあぜひですね、今の方法で確認をしてみてもいいのかなというふうに思います。ってことで、二つ目のキャンペーン時の上限確認についてでした。次三つ目は、付与予定時期の確認方法ということで、まあこれもですね、すごい確認がしやすいんですよ。ほんとね、今PayPayって日々お得に使ってるのはいいものの、いつ、どの日にどれぐらいね、付与されるんだろうって思うことってよくあると思うんですよ。まあPayPayの場合は決済した直後にどれぐらい付与されたりとか、まあすぐに確認することができるんですけども、どの日に入るのかっていうのがですね、明確にわかるんですよ。まあ大体 PayPay の場合はね、決済して30日後ぐらいですので、まあそれを目安に確認すればいいんですけども、まず確認方法として PayPay の画面から、右下の残高というところですね、タップしたら、今現在の僕の残高が出てきます。で、ここにですね、カレンダーで確認、付与予定という項目があるので、ここをタップします。そしたらですね、ボーナス獲得カレンダーという風に出てきます。これ僕が3月にゲットできる PayPay のボーナス額なんですけども、画面を下に下がっていただいて、まあ4月の分もしっかりと出てきます。で、今日ですね、本日以降付与予定のPayPayボーナス総額ということで2769円が反映される予定ということになってます。まあ今のね、キャンペーンでもよく使ってるので、4月の4日には688円相当が付与されたりとか、4月の5日には1100円が付与されるっていうことがここでわかると思います。試しにですね、ここの5日の1100円の部分をタップしたら、こんな風に下からですね、詳細が出てきまして、まあ2つしっかり分かれてますね。Uber Eats の 20% の分と、超PayPay祭りの 30% ということで、すごいですよね。付与される額も大きいんですけども、ここまで細かく出てくれてるので、本当にこのカレンダーっていうのは便利で、使いやすいですよね。なので今回のキャンペーンでかなりの方がですね、PayPay使われてる方が多くなってくるのかなと思うんですけども、この方法を使えば、いついつにしっかりとこれぐらい付与されるっていうのが確認できるので、まあ計画的にも使いやすくなるのかなというふうにも思います。以上が3つ目の付与予定時期の確認方法についてでした。最後4つ目は圧倒的に便利すぎるマップということで、もうね、これはもうほとんどの方がすでに使ってるかと思うんですけども、まあ使いやすいんですよ、このマップが。使い方は至って簡単です。まずPayPayの画面から、ここにですね、近くのお店というところがあるので、ここをタップします。そしたらですね、僕の場合は福岡に住んでるんですけども、わかりやすく博多駅をピックアップをしまして、今、この数字が出てる項目っていうところが、PayPayが使えるお店なんですけども、ここにですね、お得っていう項目があるので、ここをタップしたら、今現在、PayPayのキャンペーンの対象店舗っていうのがずらーっと出てきます。まあ、ちょっとね、場所を移動させたりすればかなりね、対象のお店が出たりもするんですけども、ここの3っていう風になってるところですね、試しにタップしてみると、詳細が出てきまして、3箇所の対象店舗が出てきます。例えば、このお店であれば、PayPay ピックアップで一等最大 100% 戻ってくるキャンペーンの対象店舗であったりとか、あとは今現在ね、百貨店のキャンペーンもあるので、ここで最大 5% 戻ってくるキャンペーンというのも開催中でございます。まあ、ここ最近ね、他のコード決済も、今みたいなお得っていう項目がね、追加されて、マップ自体はいろいろ見やすくはなってるんですけども、やっぱり PayPay のこのマップっていうのは、まあ、ぶっちぎりで使いやすいかなっていうふうに僕は思ってます。この機能自体は結構早々とは出てたんですけども、こういったフィルターがかけられて、なおかつかなり滑らかに動いてくれるのは僕が知る限りはまだPayPayかなというふうに思います。まだね、他のコード決済が僕が調べきれてないっていうのはあるかもしれないんですけども、やっぱりPayPayのマップは一番使いやすいかなというふうに思います。
ということで、本日お伝えしたことをまとめると、知っておくと便利な機能ということで、まず一つ目はクーポン機能ですね。まあこれに関しては、ちょっと今動画内ではお伝えしきれなかったんですけども、ご自身が住んでる地域、まあ近い場所から、個人的にそのクーポンを出してるお店とかもちょくちょくあったりするので、そういったお店をフォローすれば、クーポンが獲得したりすることもできます。なので、クーポンで、現在地からどういったお店がクーポンに対応してくるのかっていうのが確認することもできるんで、そういった方法で見てみてください。で、二つ目のキャンペーン時の上限確認なんですけども、これに関しては人によっては上限っていうのがバラバラですので、ぜひチェックしてみてください。で、三番目の付与予定時期の確認方法。実際に決済をして、いつ付与されるのかっていうのが明確に結構すぐわかるので、お買い物した後にぜひチェックしてみてください。で、最後四つ目は圧倒的に便利すぎるマップということで、まあ本当ね、僕が知る限りは、スマホ決済の中でも一番使いやすいマップかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回は、PayPayの知っておくと便利な機能4つについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、この PayPay についてはね、本当にまだまだ進化の段階なので、新たな機能とか追加されて、僕自身も把握しきれてない機能とかサービスとかも絶対あると思うんですよ。むしろ僕自身も全然使い切れてないんですよね。なので他にもですね、こういった機能とかこういったサービスがめちゃくちゃ便利ですよっていうことがあればですね、ここに関してはもうぜひコメント欄に書いていただければと思います。まあキャンペーンの動画も結構面白いんですけども、こういったね、機能とかサービスとかを探るのも結構僕自身が好きだったりするので、まあこういった情報とかがあればですね、また動画にしていこうかなというふうに思っております。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。